C-7.5 は、インド宇宙研究機関で開発された、液体水素、液体酸素を推進剤とする、極低温ロケットエンジンであり、GSLV マーク、2ロケットの3段目のエンジンに使用される。エンジンは、極低温状態エンジン計画の一環として、開発された。GSLV マーク、2ロケットは、GSLV マーク、i ロケットの3段目エンジンである。 ロシア製の KVD-1M を CE-7.5 に置き換えたものである。最初の打ち上げに向けた、推進剤タンク、構造体、推進剤供給管と組み合わせた状態での燃焼試験は成功した。しかし、2010年4月15日の CE-7.5 エンジンを使用した GSLV マーク2ロケットの最初の打ち上げは、 同エンジンの不調により失敗した。CE-7.5 は再生冷却式水力可変2段燃焼サイクルエンジンである。エンジンの主要な特性を以下に示す、インド宇宙研究機関は1994年に正式に極低温上段計画を開始した。2008年にエンジンは飛行受量燃焼試験に成功して完了して、 初打ち上げのために3段目のタンク、構造体と推進材の供給配管と接続された。初打ち上げは2010年4月に GSLV マーク -2D3 打ち上げ機を使用して実施された。しかし、エンジンは点火に失敗した。2013年3月27日にエンジンは真空中での試験に成功した。エンジンは GSLV マーク -2 ロケットの3段目の動力用として承認され、作動を期待された。2014年1月5日に極低温エンジンは作動に成功して、GSLV-D5 を使用したグサット -14 人工衛星の打ち上げに成功した。CE-7.5 はイスラの GSLV マーク -2 ロケットの3段目で使用される。 ありがとうございます。